はい、皆さんこんばんは、向川健太でございます。4月の19日日曜日、時刻は午前1時40分を回ったところでございます。今ですね、車の中なんですけれども、まあ車の中ってことはイコールちょっとお出かけを今してるということになるんですけれども、今回はですね、コロナとインターネットというテーマで5分限定、きっかり5分で、お話をしてみようと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ今ですね、まあ車でちょっと外に出てきたわけなんですけれども、っていうのはですね、インターネットを使うためなんですね。まあ自宅でインターネットすればいいじゃないかって話なんですけれども、まあ自宅にインターネットあればいいですね。ただ自宅にインターネット回線ない、もしくは携帯しか普段使ってないからね、パソコンでいよいよテレワーク始まっちゃったけど、あれうちネット回線ない、テザリングあれ遅いぞっていう人も今直面してる人多いんじゃないかと思います。で、僕もその一人なんですね。千葉県のね、方には今、まあ仕事の拠点千葉ですけれども、そっちにはですね、インターネット回線もちろん敷いてますけれども、宮城の今いる宮城の実家の方にはインターネット回線引いてないんですね。ということで、まあ、携帯のテザリングでなんとかやっておったところだったんです、今までコロナ以前はね。しかもその前だと近くにネットカフェがあったりするので、全然、ね、ネットカフェで仕事してたんですけれども、いよいよコロナの影響でね、実は今、今日直近で送んなきゃいけないデータがあって、そのデータを送るためにインターネット回線が欲しかったんですけど、ネット回線、家のテザリング、携帯のテザリングじゃ送れるようなデータの容量じゃなかったんですね。うんギガバイトっていう大きなデータを送んなきゃいけなかったので、どうしても早い、ある程度早い回線が欲しかったということで、まあそれでも今便利です。コンビニね、フリー Wi-Fi 使えるところが多くありますね。ということで、コンビニに来て、車の中からですね、Wi-Fi 使わせてもらって、今、まあ、時間かかりました。ギガバイトなんで、時間はかかりましたけれども、なんとかなんとかですね、送んなきゃいけないデータを無事に送ることができました。まあ、なので、最低限なんとかですね、どうにかこうにか、仕事を進めることはできるんですけれども、いや、でも、これ本当にテレワーク需要が高まってきていて、今何が足りないかっていうと、もともとネット契約してたところに関しては問題ないです。お家にもインターネットが無制限で使える早い回線があるぞって方は、まず問題ないお話なんですけれども、まあ、僕含めですね、そんなインターネット環境をまだ整備できてなかった、今から整備しなきゃいけないんだと言った時に、じゃあできんのかそれがというところなんですね。まあ一番手っ取り早いのはモバイル Wi-Fi ルーター、もしくは WiMAX のルーターっていうのを、買うかレンタルするかっていう方法なんですけれども、まあ一時的なしのぎっていうことも、まあ長期コロナ長期戦にはなりますけれども、一時的なものとしてね、やっぱりお金が2年契約とか今したらね、どんな収入になっていくのか分かんないのに月5000円ずつ出てくのって結構でかいわけですよね。なので、できればもう1ヶ月なら1ヶ月で使い終わったらもう違約金とかなしで返却しちゃいたい、そんなサービスがねあるんですけど、探せば探すほどどこもやっぱり在庫がないですね。今頼んでも早くて5月の7日とかです、届くのが、というぐらい本当に全国的にテレワーク需要が高まっちゃって影響で、インターネット回線ね、モバイル Wi-Fi ルーターね、 WiMAX ルーター借りれる会社がもうパンクしています、実際。ということでね、今インターネット回線ないぞっていう人に関したらですね、これはかなり痛手ですね。仕事ができない、仕事ができないとビビたる収入もね、今経済なかなか回ってないからね、半減もしくはそれ以下3分の1以下って方も僕含めいるかもわかんないですけれども、まあ、本当にね、ちょっとでも経済活動しないと食うもんも食えなくなっちゃいますからね、仕事しなきゃいけないんだけどインターネット環境がないから仕事できないよっていう、なんかこう悪循環にも陥っちゃってる感じもありますね。
ということで、これからまあネット環境もどうね拡大整備してもらえるのか、まあインターネットまあ電波を提供しているねキャリアの会社だったりとかね、モバイル Wi-Fi ルーター貸し出している会社だったりとか、どんな施策をしてくれるのか、ちょっとね楽しみだなと、これからちょっと期待したいなと思います。ということで5分経っちゃったんですが、ね、あと1分だけ、オプション追加サービスで行かせてください。まあね、あの収入減ってんですよね、ぶっちゃけね、誰でもそうだと思うんですけれども、大半の方が。ただね、これねツイッターで見ちゃった情報なんで、嘘か本当か噂の話だから、これはここで言う話ではないかもわかんないんですけれども、なんとね、今5月中に手を挙げた人には10万円あげるぞって言ってるね、まあ、政府がそう言ってくださってるんですけれども、なんとわかんないですよ、これはわかんないですけど、国会議員は300万円のボーナスが今年も今月6月か6月もねちゃんと入るらしいっていうのがツイッターで流れていて、まあ真意は分かんないですけども、まあもしそれが本当だったら、ちょっとそれはね人間じゃないんじゃないかなと、もう宇宙人だろうと思わないと、もう怒り沈められないだろうということで、1分経ちましたということでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。コロナとインターネットでした。